こんにちは、平山茂です。今日は10月15日ですね、金曜日、現在時刻は午後3時でございます。いやー暑いですね。皆様本日も一日お疲れ様でした。日差しがちょっと強いですね。ちょっとお待ちくださいよ。ちょっとお待ちください。改めまして皆様、一日今日もお疲れ様でした。お疲れ様です。さあ、先週じゃないですね、先日、ちょっとね、悩んでますということで、平山茂のね、地球見聞録というチャンネル名を変えますというお話をさせていただきました。その、動画をねアップした日から続々とですね、いろんな方から、まあ、もちろんコメントにくださいって言ったのもありますけれども、本当にいろいろ皆さんからチャンネル名ですね、こういうのがいいんじゃないですかっていうところでいろいろいただきましたね。ゆうやさんは、大丈夫だよ、しげるの全員集合、しげるの大丈夫だね、なんかいいですよね。小さなお子さんからおじいちゃんまで、おじいちゃんおばあちゃんまで、みんなに親しんでもらえるような、こういうねネーミング考えてくれたりいただきました。 NY バンポさんですね、ありがとうございます。ありがとうございます。パッと思い浮かんだものですが、平山茂の心の停留所大丈夫が浮かびました。いや嬉しい、これは嬉しいですね。なんかただ本当にね、まあ、コメントでお返ししましたけど、ちょっと自分で名乗るにはちょっとこっぱずかしいと思いますかね。ちょっとありがとうございます。ただまだ決めかねてます。いやー、まあ、自分の方でもですね、まだたくさんまたいろいろ思い浮かんじゃったんですよね、ちょっとねしばらく、まあ、10月中にはチャンネル名確定したいなと思いますし、まあ、これ結局最後はね自分で決めないと、自分の責任なので、ちょっと自分で決めていかないといけないなと、まあ、皆様のこのコメントでくれたチャンネル名をこういい意味で使わせていただきつつも、何かねいいチャンネル名ができたらいいなと、思っております。はい、まあ、とにかくですね、今日は、もう金曜日が終わりということで、土日ねお休みという方もいらっしゃると思いますので、良い週末、楽しい週末を送ってください。楽しい週末を、まあ、お仕事という方もねいらっしゃると思いますけれども、お仕事の方は頑張ってください。大丈夫ですから。大丈夫、あなたは大丈夫ですからね。大丈夫ですよ、大丈夫。ちょっと私の予定はですね、明日明後日が連休のはずなんです。今の段階で、この今午後3時ですね、この今撮影している午後3時の段階では、明日明後日土日はお休みのはずなんですが、まだ確定をもらっておりません。なんか夕方ぐらいに連絡が来るということなんですけれども、ないはずなんです。でもしお休みだったら、大阪と京都にねちょっと遊びに行こうかなと、まあ、遊びに行く一人旅プラス、先日ですね宝くじで、まあ、人生初の高額当選、まあ、5万円ですが5万円当たったので、そのうちのね、わずかですがちょっとプレゼントをね手渡しでお配りしに行こうかなと思っております。一応2名の方にね、配る予定でございます。ただちょっと明日明後日本当にまだどうなるのかがわからないというところでは、ちょっとね何にもできない。もう仕事は終わったんです。今日3時ですがもう仕事は終わりました。ただただ大阪に出発、本当だったらねもう
着替えて準備して出発しようかなと思ってたんですが、ちょっとどうしましょうというところでちょっとモヤモヤしております。まあまあまあ私のことはね、そんな感じでございますけれども、とにかく明日明後日お休みという方は楽しい週末とにかく送ってください、ね、天気もちょっと下り坂ですよね。明日からちょっと下り坂ではありますけれども、あと気温もグガガガガッと下がっちゃいますが、せっかくのお休みという方はね、楽しんでください。皆様、明日土曜日またお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。大丈夫ですからね、大丈夫ですよ、大丈夫ですから、絶対絶対に大丈夫ですから。おやすみなさい。平山茂でした。